こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、最近私ツイッターにも YouTube にも全く浮上しなくて、インスタに1回ぐらいちょっと浮上したかなっていうぐらいの、いろいろ SNS 界では低浮上気味なんですけども、今ちょうど大学4年生で学生最後のテストレポートに追われてて、動画も出してないし、ツイッターとかにも全然浮上できてなくて、すいません。卒業がかかってるんでめっちゃ頑張ってます。皆さん応援よろしくお願いします。まあね、大学の話はちょっとまた違う動画で話そうと思うので、今日はまあ違う話をします。私最近庭しているんですけれども、このお部屋を2月の中旬ぐらいに退去します。引っ越しするっていうことです。もう1ヶ月もこの部屋にいないので、この部屋最後の質問コーナーをやりたいと思って、質問コーナーの募集をしたいと思います。質問コーナーは年末にやったんだけど、もうね、ここのお部屋で撮るのがね、本当に1ヶ月ないから、ちょっとね、なんか寂しくなってきちゃって、まあ少ない日数でたくさん思い出を作りたいと思って、濃い内容の動画を撮りたいなって思います。じゃあ皆さん、今質問書き書きタイムでお願いします。私はちょっと今から思い出の話をします。なんか髪の毛の巻きが全然違うね。1日終えて夜に撮ってるからさ、全然巻きが違う。まあいいや。私ここの部屋に引っ越してきたのが高校卒業して大学生になった時からなんで、上京したと同時にここの部屋にずっと住んでて、もうね、4年、丸4年ぐらい経つんだけど、その中で YouTube を始めたのが大学1年の終わりぐらいだったかな。大学1年のすごいめっちゃ寒い時期ぐらいだったんだけど、そっから始めて、まあ3年弱 YouTube をこの部屋で撮ってるんだけど、3年弱ここで動画作ってきたんやって思いました。今この部屋はすごい思い出が多くって、大学の友達が遊びに来たり泊まったり、なんかパーティー、なんかタコパーとかしたりしたんだけど、あとね、なんて言ってもね、ここの部屋のいいところが、私の隣が同じ学校の同じ学年の子で、すごいびっくりしたの。だから隣は大学の友達で、後ろは部屋がないで角部屋なんで、もう私は外と友達に挟まれてるっていう感じで、すごいね、恵まれた部屋だなって思ってて、なんかそれとここでいろんな人とコラボしたし、初めてさとひろと撮ったのもここの部屋だし、なんかここの部屋からいろんなことが始まったなって思いました。まあこの部屋の思い出を語るとすごい長くなっちゃうからあまり語らないんだけど、引っ越してきた時は家具の配置が全然違くって、1年ぐらい経った後に今の配置になって、ずっとその配置でいたんだけど、年々物がめっちゃ増えてきて、今ねすごいね、洋服とかいらないものとか学校のものとかをいろいろ処分してるところで、ようこんな服も買ったなとか、ようこんないろんなものを集めたな、ぬいぐるみ取ったなみたいな感じでね、すごいね大変です。今4年間の間にね、詰め込みすぎた。まあそれも一つ一つ思い出なんで、いやーこんなもの着てたな、こんな時にこんなもの取ったなとか、なんかいろいろ思い出しながら片付けしてます。割と寂しいねということです。はい、皆さん書けたでしょうか。この部屋最後なんで、前から見てくれてる子とか、この部屋でもう一回何々が見たいとか、何々やってたのをもう一回見たいっていうのがあったら、リクエストとかね書いてください。で、動画が出てるのが1月26日なんで、1週間後の2月の2日まで質問を募集しております。また引っ越しする日とかね、まだちょっと決まってないんで、いつにあげられるかわかんないんだけど、本当に最後の最後であげたいと思います。この部屋はちょっと殴り惜しいと思うんですけど、最近ねコメント欄でもね、この背景の動画もあとちょっとかっていうコメントがたまにあるんだけど、そうやな、そうやな、せやなってずっと思ってます。 YouTuber ひなたゆいはここの部屋から始まったので、ここの部屋でいろんなものを最後まで撮って旅出したいと思います。それでは皆さんのたくさんの応募お待ちしております。それじゃあまたねー何この終わり方いつもの戻します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コメントよろしくお願いします。It was bound to happen, 'cause you're